つものマムシグサ。これがヘビの鎌首みたいに見えるから、マムシグサの由来は、マムシはもうちょっとしたら分かります。ちょっと気温が低いかな。おいおい。入る？入ろうか。よいしょ。膨らんできました。たくさん膨らんでます。ももち
私はカリンはまだわからんか。付け根のとこがちょっと膨らんでんねんけど、ちょっとわかりにくいな。こっちは白桃もちょっと膨らみ始めました。でもこの木はちょっと葉っぱが縮れて、去年もこの病気で実がなりませんでした。今年も実にならんかな。これは消毒すればいいんですけど、なんか消毒するのが嫌で消毒してません。いたし、アスパラス、今日アスパラ持って帰ろうか、それか育てて親にするか。食べたいしな。もうちょっと食べてから残そうか。ここはまだ一本もここの株は取れてません。消毒しないんで、どうもスモもちょっと膨らんできました。こりゃ、変なのができてきました。こっちも小さい実が膨らみかけてます。ごぼうの葉っぱなんかにやられちゃいました。このごぼうは去年植えたやつで食べて残しておいた分、今年は糖が立って種を取ろうと思ってます。こんなでっかい葉っぱです。この梨もホームセンターで買ってきた時病気持ってました。病気持ってたけど、病気の葉っぱを全部取って薬使わずに、一応今年はなんとかまだ病気は出てません。処理をか。